中部横断自動車道の静岡県と山梨県の区間が今年9月に全線開通する見通しになりました。中部横断自動車道の静岡県と山梨県の区間で工事が完了していない山梨県内の南部インターチェンジと下部温泉早川インターチェンジの間が今年9月に開通する見通しとなりました。 これにより、静岡県と山梨県の間の全線が開通し、新東名高速道路と中央自動車道が富士山の西側でもつながることになります。工事が難航し、当初の予定より4年遅れとなりますが、開通によって災害時の救急救援ルートとしての機能や物流や観光の活性化などが期待されています。